沖縄裏星は、裏星か沖縄裏星族のシダで、常緑性の多年草である。ヌカボシクリハラン族やエゾデンダ族に分類されることもある。大きく裂けた葉をつけるシダである。熱帯地方で乾いた岩の上にも出現し、道端で見かけることも多い。大抵のシダ類が日陰に生えるのに対して、この種は、道端の岩の上などでも見かけ、かなり目立つ植物である。 根茎は硬くて濃い色をしており、長く横に張って多くの葉をつける。葉はほとんど立ち上がる。傭兵は長さ約5 0トル褐色を帯びる。葉身は長さ4 0トルにも達し、やや厚くて硬く、バリバリとした手触り。葉は楕円形の単葉から大きくなると次第に基部の型から横に大きな突起が出て、 よく育ったものは重ついたらずの列片を左右に突き出す。放師の群は、円形、列片の円と主脈の間におよそ2列に並ぶ。主として、岩の上に着生する。やや乾燥した森林内から日向にまで出現し、カンカン照りの道端でも見かける。沖縄県では、竜気山五章の岩の上によく見かける。やや雑草的性格を持つ。 旧世界の熱帯に広く分布する。日本では沖縄本島以南の琉球列島と小笠原諸島で見られる。ただし変異が多く種の区分等の問題があるらしい。国内でも小笠原産のものは沖縄のものに比べて大型になるという。似たものは少ない。形だけなら岩人手などもやや似るが、いずれにせよ。 日向の岩の上に出てくるものでは日本に他に似たものがない。ありがとうございます。